こんばんは。元スナメリ食堂店主のスナメリです。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピは、旬の食材やお気に入りのお店など信州の美味しいものの話、またお家で手軽に楽しめるお料理のレシピ紹介を中心に、軽井沢暮らしのあれこれについてお話ししています。今回は第59回目、2022年11月6日に録音しています。1週間ほど前のこと、2匹の犬たちとだいぶ紅葉が進んできた雑木林の中をお散歩していたら、行く手に何やら獣が向こうを向いて座っている様子で、毛の雰囲気はプードルみたいなふわもこ、色はグレーがかったベージュのような。立ち止まって、なんだろうと目を凝らし、犬たちも吠えることもなく黙ってじっと見ているだけ。数十メートル離れていたので、少し近づいてみようかと踏み出そうとしたところ、こちらを振り返ったのがお猿でした。そういえば近所の方から、この辺りに猿が出ているから気をつけるようにと言われていたっけ。お猿も座ったままじっとこちらを見ています。お腹のあたりがむっくりとしていて、お母さん猿かなとも思ったのだけれど、オスのようにも見えます。かなり大きなお猿です。私が近づく素振りを見せたら逃げるかなと思い、一歩踏み出してみたところ、お猿がこっちに向かってのっしのっしと歩いてきました。これはやばいと思い、でも弱気を見せるのは良くないので、私たちはあっちに行きますね、気にしないでね、さよならとお猿の反対方向に歩き始めました。犬たちは振り返り振り返りでなかなか進まず、もしもお猿がバーッと追いかけてきたら、犬のリードを離すべきかどうするかを考えました。リードを離したら犬たちだけでマッハで逃げるだろうし、私だけお猿に追いつかれてやられるだろうなとか、リードを持ったままで犬たちが襲われて怪我したら大変だよなとか、お猿だって面倒を起こしたくないだろうから、さすがに襲うことはないんじゃないかなとか、いろいろ考えながら犬たちを引っ張りながら歩いて歩いて、振り向いたらお猿の姿はありませんでした。ハルニレテラスの方ではお猿がグループで頻繁に出没していて、私も何度か見かけたことはあったものの、いつでも車に乗っていたので安全地帯からお猿を見物な感じでした。今回はお互いその状態での遭遇なので、さすがにドキドキしました。クマスズは持って歩いているものの、鈴の音を聞いた野生動物がみんな逃げてくれるわけでもないことが分かった一件でした。秋も深まり、軽井沢は眩しいほどに美しい紅葉です。数年前にがっつり剪定してもらった我が家の大きな栗の木がかなり復活してきて、栗の実の大きさも年々大きくなり、案の定連日夜鍋の栗祭りが
繰り広げられていました。毎日栄養たっぷりのおいしいものが天から降ってくるのに無視できるわけもなく、大量の栗を拾い、毎晩深夜まで栗の皮むき。今年は家族も参戦。彼は渋皮煮にはまって、毎朝私が起きてキッチンに行くと渋皮煮の瓶詰めが2つ3つと増えていました。栗の保存方法についてはここ数年いろいろ試してみた結果、バーミキュラで蒸し焼きにした栗を熱々のうちに鬼皮を剥いて、しっかり冷めてから渋皮を剥きます。虫食いが見つかって削り取ったもの、皮を剥いているうちに形の崩れてしまったものはポタージュに。丸のままきれいに剥けたらそのまま冷凍保存という形に落ち着いています。ポタージュは千切りの玉ねぎをオリーブオイルでじっくり炒めてから栗を加え、チキンストックで30分ほど煮て、ブレンダーにかけて滑らかにしてから塩で味を整えます。これを2人分ずつくらいポリ袋に、それをジップロックに入れて冷凍保存。このポタージュの素、解凍したものを牛乳で伸ばして塩、胡椒、ナツメグなどで味を整えていただきます。このポタージュのものがあれ、ポタージュの素があればいつでも手軽にいただける上に栄養満点、体調の悪い時なども食べやすく消化も良いので、冷凍庫にたくさんストックしてあると心の余裕になります。ご飯をちゃんと作る時間のないお友達にクール便で送ってあげたりもします。丸のままの栗は炊き込みご飯に入れたり、お味噌汁やスープの具にしてもいいし、肉じゃがみたいな甘辛い煮物にも合うので、これまた便利。ほぼ火が通っているので調理時間も短く済みます。寒い季節はじゃがいもの代わりに栗を入れたクリームシチューが大のお気に入りです。家族の作る渋皮煮は普段よくしてくださっているご近所さんなどにお裾分け、お返しにと豪華なものをいただいたりしてエビ体になっちゃうことも多いです。自然の恵みのおかげで会話も弾んで、渋皮煮外交もなかなか味わい深いものがあります。朝方など氷点下まで気温も下がる日も出てきたものの、数日前まで我が家の小さな畑でもピーマンが収穫できました。夏野菜の中でも一番息の長いものの一つがピーマンかなと思います。一時はピーマンが何十個もたまってしまい、炒め物やおひたし、ナムルとあれこれ作るものの、多少保存ができるものはと考えて作ってみたのがピーマンのドレッシング、ピードレ。これが私的には今年の夏ナンバーワンの出来栄えでした。作り方も簡単なのでご紹介したいと思います。材料はピーマン2〜3個、玉ねぎ中サイズなら半分、小さいものなら1個、にんにく小さめのもの1かけ、塩小さじ1と1/2、砂糖大さじ1、米酢 75g、 オリーブオイル 150g です。大体2カップ、
400cc ぐらいのドレッシングができます。ブレンダーが入る容器に2センチ角くらいに切ったピーマン、玉ねぎ、ニンニクはそのまま、調味料を計量しながら加えます。ブレンダーを入れてガーッと攪拌したら完成。ブレンダーがなければ野菜をそれぞれすりおろし、塩、砂糖、米酢を加えてよく混ぜ、塩が溶けたらオリーブオイルを少しずつ加えながら泡立て器で混ぜれば出来上がりです。食べるドレッシングという感じで、塩味もかなりマイルドなので、サラダにたっぷりかけて召し上がれ。生野菜たっぷりなので、冷蔵庫で保存して1週間ぐらいをめどに食べきることをおすすめします。レタスのサラダでも美味しいですが、キャベツ、トマトの方が合うような気がします。最近はキャベツとリンゴを千切りに混ぜたところにこのビードレをたっぷりかけていただくのがお気に入りです。今回ピーマンがヒットしましたが、このレシピ、フルーツのドレッシングを作る時の基本の分量です。今の季節ならリンゴや柿、いちごやブルーベリー、キウイなどもすごく美味しいです。ニンニクを外すとより優しい味わいに。塩を減らしてお醤油を加えたり、オリーブオイルをごま油に変えたりと、アレンジは無限大です。フルーツを人参やトマトなどの野菜に置き換えたり、ハーブを加えたり、ドレッシング作りも自分のお気に入りのベースを決めてしまえばアレンジもしやすくなります。またドレッシングだからサラダにと考えずに、おひたしや冷ややっこにかけたり、これからだとお鍋のつけだれにしても楽しめます。ただ手作りのドレッシングはお酢と油、野菜などの水分が分離しやすいので、いただくときに思い切りよく混ぜるのを忘れずに。またもや久々の配信となってしまい、お話ししたいネタも溜まってしまいました。秋の夜長、温かい飲み物とともにのんびりお付き合いいただけたら幸いです。そうそう、今日はレイクガーデンの2022年の営業の最終日でした。今年は年間パスポートを購入、1年を通じて月に 2、3回ずつ通い、ガーデニングの奥深さにすっかりハマってしまいました。那須にいた頃、身近に植物の仕事をする友人もいたのに、植物を見せてもらってもふわっとした気分で、綺麗だね、いいねと楽しむだけでした。それが軽井沢に来て、少しずつ私の心にガーデニングの魅力が侵入してきて、今年はすっかり庭作りのことで頭がいっぱい状態に。レイクガーデンと須坂のガーデンソイルに通いながら、ガーデン YouTube も見まくり、寝る前には宿根草のカタログをベッドで読みながら寝落ち、まさに脳内お花畑状態。どんな世界でもそうですが、例えばお花の名前がわかるようになると、そのお花がいつ咲くのとか、お花が終わるとどんな姿になるのか、同じ種類の花はどんなのがあるかとか、周辺情報が
芋づる式に頭に入ってきて、植物の見え方が一変するわけです。カタログで見ていた花がレイクガーデンに行くと植わっていて、一年を通して春はこんな感じ、夏はこうなって、秋にはこうなるという変化も楽しめるわけで、なんだかもう親しい友人みたいな感覚になってくるのです。特に花の咲く時期の短い宿根草は、花の咲いてない季節の姿を見る機会はなかなかないので、こんな顔があるんだとドキドキすることも多く、シードヘッドと呼ばれる今の時期、種をつけた花柄の姿は何とも愛おしくて、襲名菊のパヤパヤなんてそれだけでご飯3杯いけちゃうみたいな可愛さなのです。バラについても今年はイメージが一変しました。バラってすごく華やかなイメージでしたが、ものすごく野生的な一面もあるし、秋バラのくすんだ色合いや優しい香りの魅力は言葉にできないほどです。春の華やかな一面ももちろん素晴らしいのだけれど、一年を通じてじっくり付き合ってみたいという植物だからこそ、多くのガーデナーを魅了するんだなぁと思いました。ということで、今年は家の裏の藪を開墾して花壇にし、宿根草を植えつつ、バラ苗も少しずつ手に入れました。今年の冬は鉢植えで冬越しに挑戦です。軽井沢は冷涼な気候のため、病害虫は少なめで育てやすい一方で、成長がゆっくりのようにも思えます。数年かけてじっくり付き合っていこうと楽しみにしています。若い頃はまさか自分が花を育てたいと思うようになるなんて想像すらできませんでした。子供の頃から動物や虫は大好きだったし、そもそもお料理も野菜という植物が主役なので、まあ好きになるのも時間の問題だったのかも。人生ってコロ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 と面白いところに転がっていくものなんだなぁとじんわりしています。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピのツイッターアカウントはスナメリポッドキャスト、インスタアカウントはスナメリアンダーバーポッドキャストです。ご意見ご感想とハッシュタグスナメリのナチュラルレシピ、またはハッシュタグスナメリポッドキャストをつけてお寄せいただければと思います。メールアドレスはスナメリポッドキャスト @gmail.com です。メールも気軽にお寄せください。本日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日もニコニコな一日になりますように。ではでは、おやすみなさい。